い、皆さんこんにちは。ダイビングインストラクターのシュウです。今日もレツレ先生のダイビング講座始めていきたいと思います。よろしくお願いします。今日はですね、様々なエントリーのご紹介をしていきたいと思います。まあダイビングは船によったりとか、エントリーするところの高さによったりとかによってエントリー方法っていうのは変わってくるんですけど、まあ皆さんいろんな場所場所でエントリーしていくときに、今日はどうやって入るのかなってところが分かんなくて結構戸惑うこともあるかと思います。そんな時にいろんなエントリー方法を覚えておくと非常にダイビングの最初がスムーズにいきますので、ダイビングの一番肝になるところはエントリーから選考っていうところがダイビングにとって非常に重要になってきます。今日はですね、どのようなエントリーがあってどの辺を注意していったらいいのか、でどういう場面で使うのかっていうようなお話とかをね、入れながらやっていきたいと思います。今日もよろしくお願いします。頑張りましょう。ということで今日は4つの項目でお話ししていきましょう。1つ目ジャイアントストライダーエントリー、2つ目バックロールエントリー、3つ目シティングエントリー、4つ目フロントロールエントリー。今日はね、こんな4つのエントリーをご紹介しながらお話をしていきたいと思います。じゃあ早速ですけども、一つ目のエントリー方法、ジャイアントストライドエントリーっていうところのお話に入っていきたいと思います。まあ一番メジャーで一番やることが多いようなエントリーになってくると思うんですけども、どんな場面で使っていくかっていうと、まず船べりが高い船だったりとか、高い場所だったりとか、そういうところのエントリーの時に使うエントリー方法になってきます。手順とすると、ゲージ類を前に持っていって、マスクを押さえて、後ろでもマスクのストラップを押さえながら一歩前に出て入るというようなやり方です。でこの時の注意点なんですけども、マスクを押さえて一歩前に出る時に下を見るんじゃなくて、しっかり水平線まっすぐ前を見て、でよくいらっしゃるのが入る時にジャンプしてピョンって入る方がいらっしゃるんですけど、ジャイアントストライドエントリーはジャンプする必要がないです。そのまんま一歩前にストンって入ればいいんですけど、イメージ的にやっぱり入るときになんか向こうに行かなきゃっていう形でビョンってジャンプして入る人がいるんですけど、それはあんまり良くないです。一歩前に出てフィンが前後に広がってくるような形ですね、イメージとすると。でフィンをひとかきすると体が浮いてくるっていうような感じになってきます。これはクルーザータイプの船とかでもよく使われます。まあうちの船なんかもそうですけど、船の後ろからエントリーして一番低い場所があって、そこからエントリーするときなんかはジャイアントストライドで入っていくと。エントリーした後はしっかりと振り向いて船側を見て先行を始めるっていうのは流れになってくるんですが、これはエントリーから先行までっていう別の講座を見てください。ではですね、ジャイアントストライドエントリーのいいやり方と間違ってるやり方、ちょっとこちらを映像を撮ってきましたので、そちらの方を見てみましょう。こんな感じです。はい、今見ていただいたのがジャイアントストライドエントリーの方法になってきます。変にジャンプする必要なく水平線を見て一歩前に出ていくっていうような形ですね。エントリー後なんですけど、僕はある程度ベテランになってきたら、エントリーの時にみんな BC をパンパンに膨らまして入る人たちいるんですけど、エントリーして先行に取り掛かる時に BC の空気を抜く作業ってみんな戸惑ったりするので、そこまでね空気を入れなくていいです。もう慣れてる人であれば逆にもう BC の空気を入れずにそのままエントリーしてもいいぐらいです。オーバーウェイトとかじゃなければね。エントリー後って何かあったりするんです。結構フィンが抜けちゃったりマスクが外れちゃったりとか、そういうことがあるので、 PC には休憩してエントリーしてくださいっていうことを言われてると思うんですけど、そんなにパンパンにする必要ないです。ジャイアントストライドであればドーンと入って足を上下に開いた足を戻せば体っていうのは浮いてきますので、その辺はね少し覚えておくといいんじゃないかなと思います。2つ目に行きましょう。じゃあバックロールエントリーのお話です。バックロールもジャイアントストライドに並んでメジャーなエントリー方法になってくると思うんですけども、どんな船で行っていくかというと、船べりが低いような船とか漁船タイプの船、要は船べりに座った状態からそこからドーンと入っていくようなエントリーの方法です。で手順とすると、ゲージ類が船べりに引っかからないようにしっかりと前に持ってきます。マスクを押さえて、後ろもマスクのストラップを押さえた状態で、今度は顎をグッと引いて、イメージとすると水面に当たるような状態。結構バックロールで多いのが回りすぎちゃう、勢いをつけてガーンっていって回りすぎて一回転みたいにしちゃう。これも結構危険だったりします。入るのは半回転ぐらいですよ。要はタンクが水面にドーンと当たるような状態。その時に後頭部を打ったりしないようにしっかりと顎を引いておくっていうこと。あとゲージがバックローの場合引っかかることが多かったりとか、誰か後ろを確認しないで入っちゃうと誰かの上に落っこっちゃったりすると大怪我しちゃいますので、その辺は注意をしてください。ではですね、バックロールエントリーもちょっとやってきました。ただ今回うちの船はバックロールに向いてるような船じゃないので、手順的には少し高さがあるようなところでやってますけども、通常は船べりが低いような船でやるものだと思ってやり方だけちょっと見てください。じゃあこちらがバックロールエントリーのやり方になってきます。
はい、今見ていただいたのがバックロールエントリーっていうやつですね。メジャーなエントリーの2つ目のものになってきます。バックロールに関しては伊豆諸島のダイビングなんかは結構多く使うんじゃないかなと思います。でくれぐれも回りすぎないってことと、バックロールの場合は入った後に自分の位置をすぐ把握することが大事になってきます。バックロールして即先行じゃなくて、バックロールしたら一回体を起こした状態から先行していくっていう状態になりますので、バックロールしてぐるっと変な風に回ると自分が今どこにいるのか分かんなくなってきますので、バックロールで入った後は一旦体を起こして水面で位置を確認して先行する場所をチェックしてそこで入っていくと、もしくは水面移動が始まるんであればそこから水面移動を始めていくっていうのは流れになってきます。はい、じゃあ3つ目いきましょう。シッティングエントリーってやつです。まあバックロールもシッティングバックロールエントリーっていうような形で呼ばれてると思うんですけども、要は座った状態からエントリーするようなことをシッティングエントリーって言うんですけど、まあ特別シッティングエントリーでやる場合っていうのは座った状態から静かに入水ができるっていうような状態ですよね。で、あとは特にクルーザータイプの船で後ろ側のところで機材が背負ってうまく立ち上がらない、力が入らない人とかね、ちょっとご年配の方なんかでエントリー口で機材を背負って入るときとか、そういう人なんかで使うんですけど、シッティングエントリーっていうのは座って片側に両手を置いてお尻をずらしながら入っていくいうようなエントリーになってきます。少し腰が悪い方とかエントリー口で機材を背負って入っていく時なんかに使うんですけど、割とこれ難しくって、なんかガンガンガンってタンクが当たっちゃったりとかねしたりするので、入り方とすると両方の手を片方についてグッと上げてストンって落ちるような感じになってきます。ちょっとこちらも映像撮ってきましたので見てみましょう。シティングエントリーのやり方です。こんな感じです。はい、今見ていただいたのがシッティングエントリーってやつですね。これはすごい静かに入水できるので、プールとかねで練習するときなんかはこれになると思います。プールでジャバーンって入ると他の人に迷惑かけちゃったりするので、こういうエントリーも覚えておくといいんじゃないかなと。じゃあ最後4つ目、フロントロールエントリーってやつですね。フロントロールってほとんど使うことないと思うんですけども、要はエントリーして即先行したいときとか、あとは大きなカメラを持っていてバックロールとかだとカメラへの衝撃が強いとか、ジャイアンツだと上に持ち上げるときにかなり手の力が必要だとか、そういうような状態の時に使うんですけども、フロントロールっていうのは例えばカメラ持ってる人だったら先にカメラをつけた状態でドーン一回転するような、前転するようにして入っていくっていうような形ですね。で、その時にはタンクの後ろがまた水面にドーンってついくような形。フロントロールのメリットっていうのはそこからすぐにヘッドファースト先行ができるので、これもメリットの一つになってきます。あとは船の逆サイド、今こっち側に座っていたんだけどエントリーが向こうサイドだとしたら、向こうサイドに行ってまた振り向いて座ってバックロールをするよりかは、こっちサイドから向こうに移動して片膝をかけてそのまんまフロントロールでドーンって入っていく、これも一つの手段になってきます。フロントロール自体は使う場面っていうのは少ないんですけども、一つのエントリー方法として結構メリットが高い時とかもあります。即先行ができるっていうメリットは非常に大きいですので、その辺も覚えておくと一つの知識として大きなメリットになるんじゃないかなと思います。じゃあちょっとですね、フロントロールエントリーこちらもやってきましたので映像を見てみましょう。こんな感じです。はい、今見ていただいたのがフロントロールエントリーってやつですね。まあ見た目ちょっとかっこいいんですけど、割と衝撃があったりとか危険性もあるので無理してやるものではないと思うんですけど、そんなこんなでですね、今回は4つのエントリー方法をご紹介してきました。ジャイアントスライドエントリー、バックロールエントリー、シティングエントリー、フロントロールエントリーというようなお話でした。まあどの船でどういう風にエントリーするかっていうのはその使うショップによって説明があると思うんですけども、一通りのエントリーのやり方を覚えておくと、これからエントリーに対してのストレスっていうのがなくなってくるんじゃないかなと思います。ダイビングはエントリーしてから先行まで非常に重要です。この流れをスムーズにできることっていうのがダイビングを快適にする一つの要素になってきますので、ぜひ皆さん、しっかりと覚えてですねやってみてください。はい、今日はですねこれで熱烈先生のダイビング講座を終わりにしたいと思います。今日もありがとうございました。また次回。